はい、皆さんこんにちは。アサナギコンサルティングの司法書士の加用真理乃でございます。今日はですね、ここにも書いたんですけれども、ちょっと退職代行というテーマについて、この動画で触れていきたいというふうに思っております。で、皆さん、退職代行サービスというものがあるのをご存知でしょうか。今日本ではですね、退職代行サービスというものが、大ブームとなっております。会社を辞めたいけれども、自分の意思でですね、なかなか伝えられない、言えないという方に代わってですね、退職したいという意思をですね、代わりにお伝えをするという、そういったサービスが今日本では流行っております。で、こういったね、サービスが流行ってしまうこの社会はどうなんだという疑問もあるんですけれども、そのことはですね、ちょっとさておきですね、この退職代行サービスというものが、流行るにつれてですね、弁護士の方からですね、この退職代行サービスというのは、非弁行為なんじゃないかという指摘というのが、多くありますので、今日はですね、ちょっとそれについて、解説したいというふうに思っております。私もですね、株式会社アサナギコンサルティングという会社を経営しておりまして、株式会社アサナギコンサルティングの、事業の一環としてですね、退職代行サービスというものを提供しております。弁護士の、ね、方が時々ですね、指摘のあるこの非弁ということです。非弁というワードを皆さんご存知でしょうか。弁護士法72条に規定されておりまして、弁護士以外のものが、弁護士以外のものがですね、報酬を得る目的で、業務として法律事務を取り扱うことを禁止した法律です。で、よく言われているのがですね、弁護士以外のものが、こう示談交渉とかをしちゃいけませんよとかいうことは、当たり前のように、皆さんに認識されているんですけれども、保険会社の示談交渉っていうんですかね、あれはいいのかなとね、私いつも常々思うんですが、よくね、事故った時とかにね、保険会社の方からね、示談金とか提示されたこととかあって、これっていいのかなってね、昔疑問に感じたことが、ありました。っていうものもあるんですが、あとはネットの誹謗中傷対策ですね、こういったものも非弁になりますというような、前例といいますか、結論が出ております。で、この退職代行サービスがじゃあ非弁行為なのかどうかというですね、話なんですけれども、うちはですね、他の業者さんがどういった業務をしているのかちょっと私は分からないんですけれども、うちはですね、行っている退職代行サービスのこの何ですか、サービス内容を注目してほしいなというふうに思うんですけれども、退職をしたいという方がいた時にですね、その退職をしたい意思というものを、退職の意思をですね、そのまま伝えていくだけというものがもううちの業務になります。もうこれだけです、完全に。で、例えばですね、この間にですね、退職金の額の交渉ですとか、残業代の、ね、請求、金額、ね、例えば、ね、争い事があることについての、交渉をしたりとか、そういったことをもし行った場合はですね、これは、非弁行為としてですね、になる可能性が高いというふうに言われております。で、ただですね、新しいサービスですので、どれが非弁行為になるかというのは未だですね、明確にはないんですけれども、間違いなくですね、私の認識ではですね、交渉というものを行ってしまったらアウトだというふうに思っております。で、それはですね、私も重々承知の上でやっておりますので、このサービスはですね、退職代行サービスというのは、あくまでですね、退職をしたいという意思をですね、そのまま伝えていく、それだけ、それにとどまるんだというような内容となってきます。で、これはですね、法律構成的にもなんですけれども、例えば民法99条の代理行為に当たってしまったら、これはアウトだというふうに思っております。A さんという退職したい方がいて、私がいて、相手の、会社にですね、 A さんの代理人としてこう伝えていくと、そしたらこの行為はですね、 A さんに帰属するわけなんですけれども、これは、完全にアウトだというふうな認識を持っております。ちょっとね、これ、退職の意思をね、代理行為として伝えていく、代理行為としてね、ガチャガチャやっていくということが非弁かどうかっていうのは結論は出てませんけれども、私の中ではアウトだというふうに思っております。で、私はですね、こういった交渉事というのは、つまり一切行わずですね、 A さんが、
まあ、会社を辞めたいんだといったその意思をですねそのまんま伝達していく、いわゆる使者という構成で、使者という構成をとっております。使われるものと書いて使者と言います。でこれは使者と代理人というのは、似て非なるものでして、使者というのはですね、そのいわゆるですね本当に伝書場と言われたことをそのまま伝えるだけ、これが使者です。で代理人というものは、A さんというお客様から委任を受けて、その委任を受けた範囲内でですね、交渉を行ったりとかすることが、まあ、代理人ということになります。なので代理人というのは例えば自由にですね金額を、まあ、変えたりとかそういった交渉事というのは可能になりますが、使者というのは、本人が決定したことを変えて伝えることは許されてはおりません。なのでまあ、その証拠にというわけじゃないんですけれども、代理人というものは代理人自体に意思能力というものが求められてきます。使者というものは意思能力というのは求められません。それはですね本人が決定した事項をそのまま伝えることが伝えることを想定しているからということです。で、まさしくですねこのうちがやっている退職代行というもの、まあ、うち、まあ、民間の方ですねやっている退職代行というのはですね、退職をしたいという方がですね、私の退職の意思を伝えてくださいというふうに、まあ、依頼をしてきた内容をそのまんま会社の人事部に伝えます。例えばですねこれで、じゃあね何か争うことがあるんだというふうになった場合は、これ以上の交渉というものはできませんので、電話を切るというようなことになっておりますが、まあ、そもそもですねこのいわゆるですね交渉とかっていう余地が退職を目的とした場合ですねまずありません。でというのはですね民法627条でですね、退職をしたいというその退職の権利というのは誰にでも認められております。退職を意思をですね伝えることによってですね、遅くても2週間を経過した後にですね雇用契約というのは終了していくという、民法でですね、明確に定められております。なので例えばですね、じゃあ、A さんがね会社辞めたいということを言っておりましたのでお伝えしますというふうに私が言った際にですね会社がいや A さんからじゃないと認めないとか、そういったふうにね、だだをこねるじゃないですけれども拒否をするということはできません。結局ですね民法で認められた権利ですので2週間経過後にですね、契約は終了になりますので、ここにですね交渉の余地というのは一切、ありません。でそれがですね、まあ、例えば残業代の請求ですとか退職金がうんぬんということに関してはですねこれは完全に退職代行という業務の範囲外の話なんですね。うちは退職ということを退職をこれを目的にした業務を行っていますから退職代行の失敗という概念ももちろんありません。退職というのは、結局民法上ですね、退職の意思を申し出た時から2週間経過すれば、退職というのは自動的になりますので、ここに関してはですね、この交渉の余地というのがないのでないので非弁とかうんぬんというのが話はまず出てこないんですけれども、まあね弁護士の中にはですねあたかもこのうちの会社がですね、退職金の交渉がしているんじゃないかとかね、そういった勘違いされている方もいるのでちょっと動画でですね、ご説明をさせていただきました。で例えばですねまあ、認めないということも許されないんですけれどもうちはですね、退職の意思を、まあ、伝えますよね。で、本人から退職届というのを送っていただきます。これはですね最初に事前にですね、取り決めを交わしております。例えばうちがですね代わりに、本人の代わりに退職届を送るということも一切、いたしておりませんので、これもですね全く、法律的には問題はありません。本人が自分で退職届を書いて郵便で会社に送っていくという行為をしている以上はですね、これをもってですね退職の意思と言わずどうするんだということなんですけれども、結局はですねうちが何か代わりにね代理で、物を出しているわけでもないので、これはですね全く問題がないのかなというところでございます。とにかくですね私が言いたいのはですね非弁である可能性があるという話をね可能性の話をしたらですねこれはどんなことも、無限にあるわけですよ。私がですね将来人を殺す可能性があると
いうことも言えるわけですから、可能性のね話をしたらまあキリがないですし、これはいくらでも言えてしまうので、これをですね好き放題言わせていいのかという問題ももちろんあるんですけれども、とにかくですね私が一番言いたいのは、あの非弁かどうかというのはですね、裁判所が決めることですから、弁護士のね一弁護士のね個人の誰だそれからですねこの活動は非弁だと決めることはできないわけですよ。なのでですねくれぐれもそのネットでですねあの誹謗中傷目的なのか、まあ、何でかわからないですけれども、書くのはあの構わないんですけれども、書き方というのにぜひ気をつけていただきたいなというふうに思っております。可能性の話をね、するんであればそれはそれで結構ですけれども、断定するのは、あまり良くないんじゃないかなと私は思っております。非弁かどうか決めるのは、裁判所です。繰り返すようで、申し訳ないんですけれども、ちょっと弁護士の中でもですね分かっていない方もいらっしゃるかと思いますので、それはやっぱり決定したいなというふうに思っております。で特にね、私はあの認定司法書士という資格を持っておりまして、簡易裁判所で140万円以下の訴訟において代理人となることができるんですけれども、この退職代行とその話をね、くっつけて話してくる弁護士の先生もいるんですけれども、そもそもですね簡易裁判の代理権という話、その概念も、ここには登場しません。あくまで辞めたいという意思を伝える使者であるという構成を取っている以上はですね、簡易裁判という話はまず出ませんから、簡易裁判いわゆるね、これね退職の意思をね、伝えるというのはね総額が確定できないから140万以上なんじゃないかと、だからね、あなたはできませんよというね、そういうもうそれ以前の話ですから、よくね業務内容がねやっぱ分かってなかったというのもあるので、そういう話になるかと思うんですけれども、ちょっとこれを機にですね、うちの業務内容ですとか、まあ、例えば他の、ね、民間の会社の業務のあり方やり方っていうのもですね、がどういうものかというのをよく調べてから、それが法律違反に当たるのかどうかという持論を展開したらいいんじゃないかなというふうに私は思っております。でとにもかくにもですね、繰り返すのであれなんですけれども、辞められなくて困っているという方はですね、辞められないということは絶対ありませんので、これはですね民法上保障された皆さんの権利です。でそしてですね、例えばですね、給料ですよね、給料からですね、例えば違約金とか、ね、そういったものを相殺するということは、これは法律で許されて、認められておりませんので、給料もですね、確実に、もらえます。これは働いた分はですね、その権利がありますので、給料も必ずもらえますし、残業代だって、その人の権利です。そして、有給も、消化をすることはもちろん可能です。でただですね、うちは退職金ですとかその残業代請求というのは退職代行という業務の範囲外ですので、これはですね、まあ、そうあの金額にもよりますけれども、これはまた法律事務、それこそその法律事務の次元の話になってきますので、これをですねまたこういう話があるんであれば、別途相談させていただく、もしくはもともとそもそもですね弁護士さんの退職代行を使うという方がいいんじゃないかというふうに思っております。で私はですね常々思うことがありまして、退職代行というのはですね、これもともと民間の企業が始めたサービスです。でこの民間の企業が始めたサービスがですね、やっぱりとんでもない需要があってですね、一気に大爆発してですね、たくさんの他のね業者が参入しました。で私もですね退職代行というものが流行っていることを知ってですね、いち早くですね、自分の会社の事業として、やって始めました。なので、ね、私の会社結構ですね退職代行ビジネスというのは結構早い段階で、やっていたと思います。でこれがですねやっぱり世の中には自分で会社を辞めたくても辞められないという環境の方がたくさんいらっしゃるという、そういったまあやっぱり現実がある中で、まあ需要がですねたくさんあるということが分かってからですね、弁護士がですねこれは自分たちの業務だと言って、民間の企業の業務を取るじゃないですけど、いわゆるこの非弁だと言ってですね、その民間の企業が新たに生み出したビジネスを自分たちのものにしようとしてですね、非弁とね騒いでいるとしか私はやっぱり思えませんし、やっぱりですねこれ実際やられている業者とかはいいと、弁護士事務所さんもあるので、その方が語るんであればちょっとまだ分かるんですけれども、そうじゃない人がですね法律上のトラブルがとか、それはもちろん確かに可能性としてはこの退職代行民間のサービスを使ってですね
トラブルになる可能性はあります、もちろんあるんですけれども、それはですね、別に弁護士さんがやってもトラブルになる可能性はもちろんありますから、その可能性の話じゃなくてですね、そのもっとですね、現場 を知ってから知ってほしいなと私は思っております。このサービスをですね始めて、やっぱりですね、たくさんの方から問い合わせをいただいて、まあ、職場でですね、上司からパワハラを受けて、うつ病になってしまったとか、やっぱりね、すごい聞いてるだけでですね、心が痛むような、そういった相談がすごく多いです。で、私は初めはですね、その言いたくても言えない、めんどくさいなみたいな、そういった若者に需要があるのかなとかね、やっぱ思っていたんですけれども、現実というものはやっぱり違います。そういう方もたくさんもちろんいるんですけれども、これでやっぱり深刻な病気になってしまったとか、ましてやね、暴力を受けているとかね、そういったやっぱり深刻な相談ってきますので、やっぱこういう声に私は耳を傾けてほしいなというふうに思っております。そしてこれはですね、退職代行をやっていて、やっている人にしか多分わからないと思うんですけれども、退職代行をサービスをですね、やっていて、辞めたいですということを伝えてくださいと言って伝えたところです、伝えたところですね、会社からも感謝されます。で、特に最近は退職代行という業務がですね、会社、世の中にですね、広く認知されているというのもあって、非常にですね、やりやすいです。退職代行から電話が来たということを向こうもすぐにですね、気がついて、そういったことであれば分かりましたという話になるのがですね、もう 99.9% そうなりますので、まずですね、現場の声を聞いてほしいなと思います。弁護士さんのね、やっぱ観点からいけばですね、やっぱり仕事上ですね、業務上ですね、やっぱりついトラブルのことというのは心配しなければならないという立場というのは分かっているんですけれども、いわゆる退職代行から来た時にどういう対策をするのかっていうね、会社にアドバイスとしてどうするのかなと私は思っております。よくね、言われるのが、その退職代行から来たものはね、もう認めずに電話すぐに切れとかいうアドバイスしてるね、弁護士もいるんですけれどもね、辞めたいと言っている人を辞めさせない、いわゆるね、会社の奴隷にさせるようなね、そんなアドバイスをね、弁護士がしてどうするのかと私は、いつも思っております。辞めたいと言った以上ね、どんな手を使っても辞めたいという人を辞めさせない、そんな権利は会社にはありませんから、それはね、普通に考えてですね、普通に考えてということを言っちゃいけないんですけれども、その仕事のね、この退職代行という、ね、性質をよく理解して、考えた方がいいんじゃないかなと私は思っております。で、それでね、さっきの話ごめんなさい、なんか話飛んじゃったんですけれども、その弁護士じゃないですね、ごめんなさい、会社の方にやっぱり伝えるとですね、どうして辞めたい、その勝手にですね、バックで、いわゆるね、何も言わずにいなくなってしまうよりは、すごくありがたいと。退職届も郵送してくれるし、保険証も郵送してくれる、返却物も返していただけるので、逆にですね、退職代行サービスを使って辞めていただくことに、関してはですね、人事部から非常に、私は感謝をされております。多分ですね、この動画を見てくださっている他のですね、この同じサービスを展開している会社はですね、多く共感していただけるというふうに思っております。そしてですね、弁護士の方もですね、退職代行ビジネスにすごく参入されているという話をよく聞いております。で、確かにですね、弁護士の先生であれば、ついでに、退職金交渉であったりとかね、残業代交渉というね、退職代行を超えた、範囲での業務をね、することができるので、これはですね、非常に意味のあることだというふうに思っておりますし、弁護士さんの市場にね、これからしていきたいのかな、わかんないですけれども、してもいいんじゃないかというふうに私は思っております。ただですね、民間のね、民間会社をね、非弁と言ってね、こう潰そうとね、するのではなくてですね、まずはですね、こういった社会の実態があるということをぜひ、ご理解いただいて、そして、その上でですね、民間の企業がどういった業務で、対処業務をね、やっているのか、じゃあ交渉しているのかと、それなのか、交渉しているのか、それとも本人にの退職の意思をそのまま伝書バトのようにそれだけ伝えているのかと、それをね、よく知った上で、非弁かどうかという論争をしていただきたいなというふうに思っております。ということで、ちょっとね、長くなりましたけれども、ちょっとね、朝練りコンサルティングの退職代行はこうですよというふうに、ね、お話をさせていただきました。それでは皆さん、また動画更新したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。